皆さんこんにちは、IBM の相談と申します。よろしくお願いします。お届けコンスマーマシンの、2つ、がつながったタイトルなんですけども、マジェガのお届けコンスマーマシンが今回のテーマ、特殊関係あるということで、オンマンマンについても話していかないということだったので、入れてるんですけども、まさかあまり関係ないです。ちょっと全く関係ないかというとそうでもないんですけど、ちょっと関係性をお話しできるほど、関係性が近くないです。ちょっと違うものだと思って、ちょっとエンターテインメント的に聞いていただければと思います。で、ちょっと初めに自己紹介からさせてください。ちょっと Twitter あんまりアクティブじゃないんですけども、一応 T 予想並みっていうので、やってます。私が1998年で東京大学工学部電子工学科を卒業して、大学院には行かないで、IBM の工学研究所に、入りました。その後ちょっと3年ほど、働いてから、2001年にカーネギーメロン大学のコンピュータサイエンス科学科に行って、そこで博士号を、取っています。で、その時も、博士課程の時は機械学習とか人工知能とか、あまり興味があって、やってなかったんですけど、応用確率的なところの、コンピュータサイエンスへの、応用ということをちょっとやっていました。最近だと、2013年から5年半、プレストの、IBM グループの、リーダーをしていました。ここでは、今回お話しする動的ボーズマンマシンだったりとか、コンマンマの基礎的な技術の開発を行ってきました。それはちょっと社内的な、称号みたいなものがあんま関係ないんですけど、アカデミーメンバーとか、最近シニアテクニカルスタッフメンバーというものに、なっています。これが前に見せるところというのは、IBM のマグローバルの、リサーチの中で、とある技術分野についての、テクニカルのリーダーとしての、役割が期待されているということです。あと、その他の活動として、IMAP とか、そういうところで、数学と、産業との、共同みたいなところに関わる、活動なんかをやってます。あまりこう、すごく時間を使っているっていうわけではないんですけども、自分としては、こういう活動をなんか、やってきたら、結構、興味がある、やりたいところの、活動ということでちょっとこう載せてます。あとは普通に AI とか、マシンラーニングの、国際会議で、活動してます。で、興味、興味ってのは研究分野ですけども、さっき言ったように、私の専門性というのは、博士号というのは、応用確率的なところで、確率モデルの、専門性を持っていて、それを強化学習とか機械学習に、応用しているということで、応用分野としては、それが蓄積的意思決定とか、強化学習というのに、興味があります。ちょっと前行き長くなってしまうんですけど、こういう話もしているので、私が所属しているグループのちょっと簡単な紹介を、一番します。それで、IBM 東京基礎研究所の中で、数理化学という、グループに所属しています。この数理化学部門の、役割としては、IBM のお客様である、金融の会社だったりとか、製造業のお客様だったりとか、そういうところの、お客様の、新しいビジネスを作っていく、もしくは、既存のビジネスの、より良くしていく、そういうところの、お手伝いを、そういう科学的な技術を使って、お手伝いしていくと、そういうところにあります。で、単に既存、今の技術を、適用するんじゃなくて、基礎研究的なところから始めて、それを、応用していくとか、課題から、新しい技術が必要だったらそれを作っていくと、そういったことを行う。今日の話は2つするんですけども、その辺の中、感覚がちょっと、お伝え、もう同時にお伝えすることができれば、嬉しいなと思います。なんかちょっと、助手だったりとか、学術指導だったりとかっていう、そういう形で、学研究員の、専門性っていうのは、そういうところにも、現れています。ここから、本題なんですけど、動的ボーズマンマシンの話から、これは2015年にサイエンティフィックレポートですけども、に発表をした技術になります。で、この、論文のアブストラクトに、ダイナミックボーズマンマシンと書いてあるんですけども、これが、基礎研究として、特に、科学の方での、疑問に対して、何か知見を与えるような、そういう意味での、基礎的な科学の分野における、基礎的な研究として、行うと思うんです。これ、2018年のアプリスリリースですけども、2015年、すぐ、日本の論文を発表した後、いろんな発表
の IBM のお客様からも問い合わせがあって、まあ、その中の一つで紙、まあ、みずほ銀行というのがあって、みずほ銀行というところで、とまあ、一緒に、まあ、かなり長い間で、まあ、共同研究というか、まあ、そういう形で一緒にやらせていただいて、2000まあ、去年にこういったアドレスリリースをまたしています。で今もまた一緒に、やっております。でまあ、これが、まあ、どういうものなのか。お酒の前に一律先生のポイントにもあった、まあ、STDP とのつながりというところで、を、まあ、特に、まあ、お伝えしたいなと思います。まず、神経科学と、まあ 人工知能、人工乳酸というわけですかね。まあ、それの関係というのは、まあ、昔から、言われていたことです。1949年だと思うんですけど、まあ、ヘブ不足というのが提唱されました。ここに言っていることというのは、2つの神経細胞が同時に発火すると、まあ、それらの間の結びつきがより強くなります。より強くなって、症状により同時に発火しやすくなる。まあ、そういうことを今言っています。まあまあ、生物 の、まあ、そういった形でなんか学習をしているんだったら、まあ、それを真似すれば、なんかいわゆる人工ニューラルネットワークができるんじゃないかと。まあ、そういう期待をもとに、まあ、1950年代からすぐ人工ニューラルネットワークの研究が始まりました。それがまあパーセクトロンだったりとか、まあ、その子供のまあボルツマンマシンだったりとか、まあ、そういうものにつながっています。で、1990年代頃に言われているのは、このスパイクタイミングディペンデントプラスティシティというので、ヘブ不足では、まあ、全て、まあ、物の中で起こっていることが全て説明はできないと。で、まあ、そうではなくて、なんか同時に起こるとか言ってるんだけども、まあ、実はその、まあ、同時っていうところには、その時間の感覚っていうのが非常に、まあ、重要だと。でその時間、まあ、2つのニューロン、まあ、プレシナプティックニューロン、まあ、が発火してから、まあ、ポストシナプティックニューロンが発火します。まあ、それの時間の間、時間がどれくらい経ってからポストシナプティックニューロンが発火するのか、その時間間隔の時間の長さに応じて、まあ、どれくらい強くなる、結びつきがどれくらい強くなるのかというのが変わってくる、まあ、そういうことを言っています。でこれは、まあ、人工ニューラルネットワーク的にはどういう意味があるのか、この STDP という、まあ、学習則を人工ニューラルネットワークにうまく取り込むことができれば、これまでできなくて学習できなかったことができるようになるんじゃないかとか、これまで学習できたことももっとよりよく学習できるんじゃないか、そういう期待のもとにいろんな研究がなされていたんですけども、こういってなんかこのいわゆるヘブ速のニューラルネットワークの使い方ほど STDP というのはこれまであまり理解されていませんでした。でそれに対してこう理論的なというか、まあ、数理的なに理解を与えているものというのが、動的ボルツマンマシンになります。はい、でまあ、どういう関係をしているかというと、まず、まあ、ボルツマンマシンという、人工ニューラルネットワークを考えます。でボルツマンマシンというのは確率モデルです。で確率モデルというのは何かというと、なんかまあ確率を表現することになります。で確率を表現することができます。でなんかこうデータというのを考えます。データが何だかこう、画像のパターンの集合だったりとか、まあ、その中がパターンの集合。で、そのパターンのデータっていうのが与えられたら、そのデータに対するデータの、あるいは誘導を与えたりする。そのデータに現れるものの確率が高くなる、大きくなるように、このボルツマンマシンのパラメータを、まあ、調整していく、まあ。いわゆる学習をしていく。まあ、そういうことが考えられます。でそういう中で、対数誘導の最大化というのを、まあ、目的関数として、この確率モデルのパラメータを、更新していく、そういう学習則を導くと、その学習則が実はヘブ則の性質を守っていると、まあ、そういう関係になります。なので、まあ、こういうふうに考えると、このヘブ則というのは、ボルツマンマシンというニューラルネットワークを考えるときに、対数誘導を最大数という学習をしているんだと、まあ、そういうふうに理解することができるわけです。でこちらも同じような関係というのを、このスパイクタイミングディペンデントプラスティシティの方でも、考えたかったというのがあります。まあ、まあ、どういうものかというと、これは、なんか確率モデルだと思います。ちょっと後で説明するんですけども、これは時系列で変化する確率モデルなので、時系列に対して何か確率を割り当てる、そういうモデルになっています。でやっぱり、ボルツマンマシンと同じように、何かデータというのがあります。データは、この場合は時系列データ。時系列データの対数誘導を最大にするように、パラメータを更新していくと。まあ、そういう学習則を導きます。で、導く中で異分とかして導いてみます。で、導いてみて、眺めてみると、その学習則がスパイクタイミングディペンデントプラスティシティの性質を保っているというふうに、まあ、解釈することができます。だそういう意味で、この STDP に対する、なんか数理的なというか、理論的な意味付けを与えるのが、大学予防のマシンになります。
ちょっとまあもうちょっと細かく、見ていきます。でこれはまずそのボルツマン走りの話です。まあ、先ほどちょっと、口で説明したんですけど、もうちょっと、式を、見ながら、やっていきたいなと思います。なんかこうデータっていうのがあります。まあ、データのさっき言ったように画像の集合とか、まあ、そういうもので。で各画像 X に対して、なんか確率、このボルツマンマシンが定める確率というのが、考えられます。でそれの、ちょっとまあ、ログを取って、その不安を考えます。これは、まあ、いわゆる対数誘導です。データの対数誘導です。でこの対数誘導がまあ大きくなるように、まあ、つまり、まあ、データが、まあ、最もらしくなるように、ボルツマンマシンのパラメータを調整していく。まあ、そういう学習則をまあ導いてみます。で導いてみると、導くとどういうことをするかというと、まあ、単純に考えると、なんか、ね、重みのパラメータ、WIJ、IJ の間の、まあ、重み、まあ、そういうパラメータがあったら、まあ、それで微分してみます。微分してみて、まあ、式を簡単にしてみると、なんかまあこういう、まあ、式が出てきます。まあ、全て、まあ、データの中の全てのパターンについて、まあ、X と XIX、まあ、同時に発火しているところは1を足すと。まあ、そうでなかったら0を足すと。あちょっと今、ね、ボルツマンマシンは、まあ、0、1だと思って、ちょっと実数の学長とかもあるんですけど、バイナリーの世界でちょっと考えてください。で、なんか期待値というのが出ていって、まあ、これをまた練習します。で、まあ、人工ニューラルネットワーク的には、まあ、なんか全てのデータを見てから、パラメータを更新するみたいなことが、効率、まあ、メモリがたくさんいるので、それはあまり好ましくないので、いわゆる、まあストキャスティックグラディエントというものをまあ考えます。まあ、どういうものかというと、まあ、データの中から一つだけパターンをサンプリングします。でパターンをサンプリングして、まあ、そのパターンについてだけの、まあ、この輪の中から、そのパターンについてだけの、まあ、この XIX、まあ、これをまあ見ていきます。で、これ、まあ、これが、まあ、これを繰り返していくと、まあ、期待値的なこの、対数とか最大にされていくということを、まあ、示すことができます。ちょっと、まあ、テクニカルな状況を出して。でこの、これが、いわゆるボルツマンマシンの、まあ、学習則になります。これが、ある意味で、ヘブ則の性質を持っています。まあ、ここに、まあ、書いてあるんですけど、XI と XJ が、まあ、同時に1っていう値を取っていたら、WIJ の値は、大きくします。まあ、期待値なので、ここは期待値が入っているので、この期待値というのは、今のモデルのパラメータで考えた時の、XI と、まあ、I と A が同時に1を取る 確率です。とまあ、同時に1になったときにこれ1になるので、まあ、ちょうど確率にするとします。でまあ、つまり、まあ、すでに I と J が同時に発火するって、まあ、1っていう値を取るってことが、まあ、期待されているときには、あまりパラメータは、まあ、たくさん更新しないです。まあ、そうじゃないときには、いっぱい更新すると。まあ、そういうものがついています。で、まあ、これ、まあ、ヘブ則の性質を持っています。で、あと、まあ、ちょっとですね、まあ、ここで、まあ、重要なことっていうのは、やっぱりこの2つ目の項が、まあ、ついているとか、ちゃんと数理的に まあ、同一してみると、2つ目のヘブ則には入っていない、項が入っているというのがまあ重要で、これ単純にヘブ則の真似してしまって、この期待値のなんかよくわからないやつを入れないと、まあ、何が起こるかというと、これ学習は発散します。発散するので、ここで、まあ、ちゃんと学習したことになります。それで、まあ、ヘブ則の中なんかこう神経科学の方で観察されたというか、まあ、提唱された学習則を、まあ、単純に、まあ、適用して、なんか学習が起こるんじゃないかっていうふうにやってみても、まあ、普通は、まあ、うまく学習ができないです。まあ、そうじゃなくて、こういうふうになんかこう目的関数があります。で確率モデルがあります。で、なんか対数誘導とか、まあ、なんか何かしらの目的関数を最大にするようにとか、まあ、最小にするように、まあ、ちゃんとパラメータを更新していく。まあ、そういうふうに、まあ、することで、ちゃんと、まあ、例えば対数誘導の最大化っていう、学習が、まあ、ちゃんと行われるということです。はい、でこれはちょっと、この後のダイナミックボスのマシンの中でも、まあ、大事になっています。でまあ、ヘブ則は良、まあ、かったんですけども、まあ、少なくとも、まあ、2つの、まあ、重要な概念というか、脳の中の、まあ、で起こっていることを、まあ、にで、まあ、重要なことは、まあ、ボルツマンマシンとか、ヘブ則の中にはちょっとちゃんと入っていないですというのが、まあ、この先の話です。まず、まあ、このいわゆる神経細胞には、方向性があります。方向性があります。まあまあ、プリスナプティックニューロンというものが発火しました。まあ、1って値を取ります。で1って値を取ると、このアクソンってこう足を動かせるとか、アクソンってところを通って、そのスパイクがポストシナプティックニューロンのところに伝わっていきます。伝わっていって、このポストシナプティックニューロンのこうアクティビティに何かしらのこう影響を与えていくという、まあ、そういうなんか前後関係というものがあります。
あとまあちょっと、説明したんですけども、このスパイクタイミングディペンデントプラスティシティが言っていることっていうのは、この発火してプレシナプティクニューロンが発火してからポストシナプティクニューロンが発火するまでの時間の長さっていうのが大事ですよということを言っています。まずこれプレシナプティクニューロンが発火しました。ポストシナプティクニューロンが発火します。でその時間の間隔を、まあ、横軸にとっています。まあ、ゼロっていうのは、まあ、同時に発火したっていうことを言っています。でこの2つのニューロンが同時に発火したときに、まあ、どれくらいこう 重みに相当するものが、強く大きくなるといっていうのが、この縦軸になっております。なので、同時に発火すると、なんか結びつきがとても強くなります。で、プレシナプティクニューロンが発火してから、ちょっと時間が経ちました。ちょっと時間が経ってから、ポストシナプティクニューロンが発火すると、まあ、重みは強くなるんですけど、まあ、ちょっとしか強くならない。まあ、そういうふうな、実験結果が出ています。で、これもちょっと、時間の順序が、まあ、順序とか、順序関係が逆転したので、ポストシナプティクニューロン、ポストシナプティクニューロンが発火してから、まあ、プレシナプティクニューロンが発火しました。まあ、そういう時には何が起こるかというと、この結びつきが、まあ、弱くなって、弱くなるなど、まあ、度合いというのも時間の感覚に依存している。まあ、そういうことが、まあ、観察されています。はい、で、まあ、そういう中、STVP というのが、まあ、神経科学で、まあ、言われているんですけども、まあ、それをまあ説明するような、まあ、それ的なモデルというのも考えましょう。のが、ここだと思います。で、まあ、なんかこう、時間のタイミングというのが大事だっていうので、これまずボルツマンマシンから始めて、時間の概念を扱えるようなボルツマンマシンを考えています。まあ、やっぱりちょっと相乗にしてみます。これボルツマンマシンです。で、いくつかの層があります。で、各層は時間のタイミングに、各時点でのパターンみたいなものが、を表すものです。はい、で、これ、なので、これ左の方は、これまで、見てきた、パターンがここに入ってきて、これがまず次のパターン を表す層になります。これボルツマンマシンなので、この、まあ、ニューロンとニューロンの間には重みっていうのが出てされます。WIJ みたいな。で、今この WIJ デルタっていうのはニューロン I とニューロン J、時間間隔デルタを離れたニューロン I とニューロン J の重みっていうのを考えます。これ、ここ層の数をどんどん大きくしていくと、ここパラメータの数がどんどん増えていってしまう。ます。で、それをちょっとこう、学習するっていう観点では困るので、まあ、そうならないように、あなんか特定の形の、W の重みっていうのを考えます。つまり、デルタが小さいとき、まあ、時間の間隔があまり離れてないときには重みが大きいと。で、時間が離れるに従って重みが小さくなるような、まあ、そういう問題を考えます。あとちょっと簡単なためにちょっと、もうちょっと実は複雑な重みというのを考えたんですけど、論文の中で考えてるんですけど、ちょっと話の中から今日の話もあったが、これだけ良かったです。で、これだけで説明できるのは、先ほどちょっとあったこのグラフで言うと、この右側の、この部分、重みが強くなるというところだけも、まあ、説明するモデルを、この話の中ではちょっと考えます。で、まあ、こういうのを思いを考えて、これの、まあ、極限を取ります。だから層の数を無限に飛ばしていきます。で、パラメータの数は一定なので、ちゃんと、極限っていうのが、議論することができます。で、ボルツマンマシンの系列の極限なので、ボルツマンマシンのエネルギーの極限データとか、まあ、そういうものっていうのが、まあ、ちゃんと定義されます。で、なんかボルツマンマシンのこうエネルギーの極限っていうのが、エネルギーの極限とか、確率の極限っていうのが、まあ、議論できるので、その極限がどういうものなのかっていうのを考えます。で、この極限で表せるものので、確率モデルっていうのを定義して、この先の議論を進めていきます。で、この極限を取った時の、モデルっていうのは、まあ、こういうふうにも考えることができます。で、これ、ニューロン I とニューロン J をつなぐ部分だけを取り出したものです。ニューロン I がなんか発火します。まあ、0か1かなと思います。それが、次の時点で、この、いわゆるファーストイン、ファーストビュー、アウトビュー。ファイフォキューを取って飛んでから1個ずつだんだんニューロン J に伝わっていく。で、まあ、この例で言うと4ステップ目に、このいわゆるシナプスに、信号というかゼル値の値が到達します。で、到達するとこのシナプスの中ではこれ、この LGBT プレスっていう、まあ、用で呼んでるんですけども、なんか、1が、到達した時には、まあ、ジャンプします。で、そうじゃない時にはちょっとディケイしていく。まあ、そういう、量を、まあ、ここで蓄えておくようにします。まず、こういうモデルだというふうに、まあ、考えることができます。で、
まあ、こういうふうに考え方で、まあ、ってなります。で、このモデルがどういう確率モデルになっているのかっていうのを示しているのが、この右側の式になります。これは、先ほど言ったボルツァーマシンの形率の極限の、各ボルツァーマシンで確率っていうのが定義されるんですけど、その確率の系列の極限っていうのがこういう形で書けます。と言ってます。とにかく、今までの、発火パターンが与えられました。その時に時刻 T でニュートン J が発火する、これは期待値なんですけど01の結果、確率ですね。ニュートン J が発火する確率はこういうふうに書けます。で UIJ っていうのがちょっと重みのパラメータで、 αIJ っていうのがここに、入っている量になります。つまりなんか、最近、ニュートン I からニュートン J に、最近、I から J にたくさん何か伝わってきました。そういう時にアルファの値は大きくなっています。その時に重みが強い、I からたくさん、伝わってきています。そういう時にはここの値が大きくなります。そういう大きい時には高い確率で発火する。まあ、そういうモデルになっています。もうちょっと早く進んだ方がいいかもしれません。はい、で、まあ、こういうふうに、まあ、確率が定義されるので、だったら、なんか時系列データが与えた時に対数誘導を最大にするようにパラメータを更新していくことっていうのが、まあ、今度できる、ボルツァーマシンと同じように、まあ、できるようになります。なので、まあ、同じように、重みのパラメータ UIJ っていうので、まあ、先ほどの確率をの、まあ、対数とやつを微分しています。で微分してみると、まあ、こういう形で、学習速っていうのが、を導くことができます。この学習速度に従って、ちょっとパラメータを更新していくと、まあ、与えられた時系列データの対数誘導が最大になるように、このダイナミックボルツァーマシンのパラメータが更新されていきます。で、これを、まあ、数理的に導いたものなんですけど、これをよく見てみると、まあ、STDB の性質を持っているというふうに解釈することができます。で、これどういうふうに解釈できるかというと、まあ、ここです。これ、ボルツァーマシンの時と非常に似ているんですけども、ちょっと違うのは、ここに αIJ というのが、入っているとして。で、αIJ って、まあ、先ほどのシナプティックエレジビリトレースの値なんですけども、これは αIJ が大きい時にニューロン J が発火しました。で、発火する、そういう時には UIJ の値を大きくしますということを言っています。で、αIJ が大きいというのはどういう時かというと、最近 I から J に1という値が伝わってきます。最近 I が発火しましたんですよ。最近 I が発火しました。その時に J が次に発火しました。でそうすると、UIJ を大きくしましょうと言っています。で、あとこれ最近発火した時にはたくさんアップデートする、たくさん UIJ を大きくするんですけども、1って値が伝わってきてからちょっと時間が経ったりすると、αIJ の値がちょっと小さくなっているので、UIJ は大きくするんですけども、まあ、あまり大きくしないと。という、まあ、そういう意味でのスパイクタイミングディペンデントとな、学習速が、ここに現れています。でやっぱり、ボルツァーマシンの時と同じようにこの2つ目の項というのがついています。まあ、すでに、期待され J が発火するとこういう状況では J が発火するんだということが期待されている時には重みのパラメータはあまり大きくしない、まあ、そういうふうになったのが、まあ、ちゃんとついてきます。でこういうのが、ついていないとやっぱり、この学習はこう繰り返していくと、まあ、UIJ の値は、無理に発散してしまうということになります。なので、まあ、それから言えることっていうのはこの STDP っていう学習則があるんですけども、単純に真似してなんかこう、なんかこうニューロモーフィックチップみたいな感じで、まあ、言われているところ、そういうところにこの STDP っぽい学習則を、まあ、無理やりと、まあ、入れ込みました。それで何か学習できるかというと、まあ、普通はできない、できなくて、なんかこういう、まあ、ちゃんとなんかこういうものが含まれていないと、またうまくいかないんじゃないかというふうには思われます。で、まあ、ここから、まあ、ちょっと簡単になるので、なります。で、これ、まあ、このダイナミックボルツァーマシンの学習則というのは、まあ、どういう、まあ、まあ、これなんかこう、STDP を説明できるというのは分かったんですけども、エンジニアリング的にというか、まあ、アプリケーション的に見たときに何か意味があるのかというと、まあ、こういう意味があります。まあ、普通なんかこう、時系列でモデル、時系列の、に対するニューラルネットワーク、まあ、いわゆる、リカレントニューラルネットワークとか LSTM とか、まあ、そういうのを考えると、いわゆるなんかバックプロパゲーションするタイムとしなきゃいけないので、時系列の、まあ、履歴の長さが長くなると、まあ、それに比例するだけの時間がこうアップデートにかかってしまいます。そうじゃなくて、この、ダイナミックボルツァーマシンの場合は、まあ、こう全てコンスタントタイムで、アップデートできるような、ものになっていて、時系列の長さが、まあ、長くなっても、まあ、各時点でなんかこの UIJ をアップデートするのに、まあ、必要な計算というのは、
まあ、コンスタントタイムに、まあ、抑えられると、まあ、そういう特徴があります。なので、マイステップ、マイステップ、あのまあ、それがまあどういうふうにか意味があるのかというと、マイステップ、マイステップ、まあ、モデルのパラメータをこう更新していくことが、あのまあ、効率的に行うことができます。で、まあ、それだとどういう時にやりたいかというと、まあ、時系列が、まあ、今、学習している時系列がいわゆる非定常、まあ、どんどん性質が変わっていくような、そういう場合 には、なんか新しいデータが観測されました。そしたら、それを使ってモデルをまあ更新します。で、更新したモデルを使って次の値を予測する、まあ、そういうことをやっていきたいわけです。で、まあ、これちょっと、この実験とこの数値とこの、データと違うものなんですけども、まあ、例えばこんな時系列データを考えます。なんかまあ、例えば、まあ、ここまでの時系列データでこう、モデルを学習して、ここでパラメータをまあ固定してしまって、こう予測に使っていくということになると、まず、まあ、ここで性質が変わってしまっているので、まあ、こう予測の結果がうまくいかないです。それに対して、まあ、マイステップ、マイステップ、ここでまで観測されたデータをまあ全て使って、まあ、モデルを更新していくことができると、まあ、こういう非定常のデータでも、まあ、比較的、高い予測精度を出すことがいう。ちょっとこれ、ちょっと飛ばします。はい。2015年に、まああのまあ、最初の論文を出してからいろんな形でちょっと拡張していて、各カンファレンスで発表とかをしています。例えば、まあ、関連濃度を入れたらどうなるのかとか、出力する値が、バイナリーじゃなくてリア、まあ、実数値だったらどうなるのか、出力する値が、まあ、関数だったらどうなのかとか、まあ、あと、そういう話とか、ちょっと、まあ、別の形でもうちょっと、出力に、構造を、まあ、入れるみたいな、まあ、そういうことをちょっとやってきています。ちょっとタイトル的にダイナミックボーズマーマシンっていうのが入ってなかったりするんですけど、まあ、関連があります、はい。ではちょっとこれ、まあ動的ボーズマーマシンからするタイトルでお話したんですけど、最初の論文は、まあ、こちらに、出ています。あと2017年の、まあ、理事会でチュートリアルをしていて、これ3時間半なんですけども、後半は大変ボーズマーマシンの話をしています。で、YouTube にビデオが上がっているのと、あと、まあ4部構成なんですけども、そのうちの私が担当した2部に関しては、テクニカルレポートも出しています。これで全部、この辺から、あなんか適当になったら、Google と、まあ、出てくると思います。で、あと、まあ、それぞれのごとに、最近ちょっと本を、ボーズマーマシンという本を、出して、あと、ここにあるのは、ここオープンソースで、やっぱり、まあ、全部じゃないですけども、いくつか、まあ、コアとなるアルゴリズムは、学習のアルゴリズムはこちらで今公開しています。はい。で、あとちょっと、時間が短くなってきたんですけど、まあ、ちょっと明るい話で、コンマーマンという話をお話します。これ、去年のニューリックスで、開催されたコンペティションの一つに、まあ、コンマーマンというのがあって、そこで、まあ、優勝しましたっていう、まあ、そういう話。で、これポンポンママで、ちょっと、ちょっと動かしながら、話をしてみたいと思うんですけど、これ、まあ、日本初の、まあ、ゲームでボンバーマンというのが、あって、まあ、やったことある方も、少なくないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ボンバーマンを、まあ、模倣した、まあ、オープンソース版というのを、まあ、ちょっとコミュニティで、まあ、作っていて、この、ポンバーマンというゲームで、まあ、まあ、対戦して、まあ、勝てばいいと、まあ、そういうものです。これ、まあ、2人のエージェント対2人のエージェントっていう、まあ、そういう、チーム対チームの、まあ、対戦形式になっています。これ、赤と赤が、我々の作ったエージェントで、青が今これデフォルトのエージェントなんですけども、こういう感じで、基本的にはこう爆弾を置きます。爆弾を置いたら、壁が壊れるのと壊れます。壁壊れると、こういう感じでこうアイテムが出てきます。アイテムを取ると、まあ、自分が、まあ、1人持てる爆弾の数が増えたりとか、爆弾の威力が強くなったりとか、爆弾がキックできるようになったりとかします。でまあ、最終的には相手を全部倒せばいいですと思います。まあ、ちょっといろいろ難しさがあって、これまあ0.1秒で毎ステップ意思決定しなきゃいけないとか、と複数のエージェント、まあ、チームメイトと協力するとか、実はこれ、まあ、自分のこれ番目が全部見えてるんじゃなくて、自分の周りの、まあ、一部しか見えてないです。まあ、そういう状況です。あと、比較的長期のプランニングをしなくちゃいけなくて、ここ爆弾を置いてから爆弾が爆発するまでが10ステップかかるので、まあ、少なくとも10ステップぐらい先を読まないと、まあ、爆弾を無視してしまうというので、まあ、非常に死にやすくなってしまいます。で、まあ、こういうタスクって、現在の、
強化学習とか、まあ、プランニングの、まあ、技術だと、まあ、結構難しいので、まあ、難しいのでこういうのを、コンペティションでの題材として、まあまあ、研究者がパソコンにアドレスすることでなんか新しい技術を作って分野を発展していこうと、まあ、そういうものだと思っています。はい、で、まあ、これ、まあ、これはまあ普通に蓄積的意思決定が必要ですということで、まあ、ちょっと、注目します。で、まあ、これなんかこう、まあ、将来のことを考えて、まあ、今のアクションをまあ決めていくと、まあ、それで、まあ、そのアクションをやった結果を受けて、まあ、次のアクションを選ぶと、まあ、そういうのが蓄積的意思決定なんですけども、まあ、その時にまあ環境がまあ分かっている場合には、まあ、いわゆるプランニングという、まあ、動的計画法とか、まあ、探査とかして、まあ、プランニングでいいアクションを見つけていくというのが、まあ、まあ、上等したいと思います。環境が分からないときには、なんかアクションをやってみて、それが良かったのかどうか、良かったらどのアクションが良かったのかって感じで、良かったアクションを、まあ、将来もっとやっていくみたいな感じの、まあ、強化学習の探索同士が、まあ、向いているということになります。ただこの、この2つの、まあ、領域っていうのは、だん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 こう、まあまあ、よりインテグレートされていく。いっているような感じで、まあ、強化学習の中でプランニングを使ったりとか、プランニングの中で、まあ、強化学習的なアイデアを使ったりとか、まあ、そういう形がまされてきています。で、このボンバーマンどの辺にいるかというと、まあ、比較的環境は分かっていて、環境がどういうふうに動くのか分かっています。まあ、ゲームの指名であるので、なんか状態を入れると、まあ、次のステップが出てきます。なんですけども、状態全部観測できないっていうのもそういうとか、相手がどう動くのか分からないとか、そういう意味での、分からなさっていうのがあるので、まあ、一部の環境が分かっていないという、まあ、感じのこの辺の真ん中からどちらかというとちょっと右寄りのところに位置しています。で、環境が比較的分かっているので、これいわゆる帰探索っていうのが、まあ、有効です。時間がある。で、帰探索でどういうものかというと、まあ、1人目でちょっと爆弾を置いて2人目が右に行ってみたいな感じで、まあ、こういうふうにアクションを取ったら、まあ、こうなりますみたいな感じで、どんどん、まあ、まあ、どうなるのかっていうのを実際にやってみるってことですね。やってみるっていうのはたくさんやって、たくさんやった結果、何が一番うまくいくのかとかを、分けると、まあ、そういうアプローチになります。だから、このボンバーマンの場合は非常にこう、まあ、いわゆる探査機っていうのが巨大になります。まず1ステップ進むと、まあ、4人エージェントがいて、まあ、各エージェントが6通りのアクションから1つ選ぶので、まあ、1ステップで1296通りの可能性があります。これも、まあ、さっき言ったように、10手ぐらい先までは、まあ、読む必要があります。で、必ずしも全能力を探索する必要というのはないんですけども、まあ、十分に探索できないと、やっぱりいいアクションというのは選ぶことができません。はい、で、今回我々が、取ったアプローチというのは、これ、この北探索ベースなんですけども、これは、まあ、実時間でというか、リアルタイム、まあ、時間の制約がきつい時にでも、まあ、うまくいくと。北探索ベースだけでもうまくいく。そういう手法を考えています。で、まあ、どういうことをやるかというと、まあ、最初の方はちょっと、北の策を、まあ、全列挙します。全列挙するんですけども、具体的にはこう1ステップしか全列挙をしないです。全列挙しないで、その後はあと 1個のシナリオだけを考えます。で、これまず、ディタミニスティックにあるシナリオを作ります。で、作るときに、なんか現実的なシナリオじゃなくて、ちょっと悲観的なシナリオというのが考えます。ちょっと後で説明するんですけど、で、実際にもちょっと悲観的なシナリオを考えます。で、この悲観的なシナリオの中で、こう今でもなんか、ね、一番うまくいくアクションというのを選んでいきます。ということになります。で、このままの場合に、あとどういうふうに悲観的なシナリオを、まあ、作ることができるかというと、なんか非常に強い、非現実的に強い相手というのを想定します。で、これ今、青が自分だと思ってください。赤というのは相手なんですけども、1ステップ目に赤が、まあ、どういうアクションを取るのか分からないというのが、まあ、分岐してしまう理由だったので、ここでは中に全てのアクションを取らせます。全ての可能なアクションです。これ下にはちょっといけないので、まあ、右にも左にも行くし、まあ、止まるということも言えるような感じで、赤に可能なアクションを取るのをやらせます。まあ、こういう感じでやると、相手が非常に強い相手というのを想定しています。だからあんまりこう相手が強すぎると、どのアクションも良くないという、まあ、そういう感じで、このアクション、どのアクションがいいのかというのは、まあ、決めることができなくなってしまうので、この適度な悲観度というのを考えます。悲観度の調整というのはこの、こう深さで調整することができて、悲観度0というのは何もしないから動かない、悲観度1というのは1ステップだけアクションをバックするというんだけど、まあ、その後は動かないという感じで、やります。こういう意味で、まあ、いろんな悲観度をで、まあ、考えて、その
で、これ自己対戦とかすると、どの引く単語が一番うまくいくのかみたいなことを学習することができるので、ちょっとそれなんかどういうふうに決めたらいいのかわからないというところはちょっと学習に頼って、うまく、やっていきます。でもさっきやったのうまく動かなかったんで、ちょっと時間もちょっとなくなってきたんで、この辺ちょっと、まとめたいと思うんですけど、ポンポンポンまま、動かすことができます。オープンソースなので、このゲットのリポジトリカーを持ってきて、インストールして、動かす。あと、去年のトップ5エージェントみたいなのが、Docker として公開されているので、それを使って、対戦してみることもできます。あと、今年のニューリプスでも、このコンペティションが開かれることが決まっていて、昨年と同じルールと、あとちょっと、ルールをちょっと変えたものっていうのを、開くことが、決まっています。ちょっと、また早速なんですけども、これちょっと2人で、エントリーしました。で、僕は高橋さんということは、私だったんですけど、高橋さんのエージェントが1位で私の3位だったんですけど、基本的には同じ技術を使って、2人で、頑張ってエントリーしました。結果的にこちもうまくいったので、技術的じゃないんですけど、ちょっと何かご参考になるかもしれないかなと入れてたんですけど、基本的にはこう全ての情報を共有するということになります。なんかこういうアイデア、こういう技術をうまくいくんじゃないかとか、こういうのうまくいったよとか、これうまくいかなかったよとか、そういうの全部共有しました。で、共有した上で、お互いちょっと負けたくなかったので、それぞれ頑張って自分でこう引退する、そういう感じで、今回はそういうのがうまくいきましたということです。はい、で、ちょっと時間が来たので、この辺で、終わります。こういう新しい、技術を使って、ちょっと今まで難しかった強化学習とかラーニングとかの今技術を使って、トップでも難しかったフォーマーに対して、こういう技術をまた、作りました。で、非常にこういう可能性もあるんですけど、ちょっとまた応用されるんですが、そういうことを、ございました。以上になります。どうもありがとうございます。すごく面白い話です。会場から質問を、もうどなたがありますでしょうか。じゃあツイッター関係で、ジャンミックボイスマンマシンで HTTP らしき挙動が出るということで、その際、プレイの後にポストが発火した場合、その感覚に応じた重み変化が起こることはおっしゃってましたが、もう片方のポストの後にプレが発火した場合に抑制が起こるということは再現されているんでしょうか。これは私も聞きたかったことです。はい、はい、ちょっと、意味的にはちょっと違うのかもしれないですけども、同じような感じで、抑制されるっていうところの、効果を入れることができます。なので、論文の方ではそれを入れた形で、別に、なので、この図で言うと、ここにもう一個重みを追加しています。はい、そうすると結局HTTP の、それと同じような感じで再現できる。そうです。はい。その妥当な目的関数を設定して、で学習とかを導くだけでそれが再現できる。目的関数は、今日の話と同じです。はい。で、導き方を出して、変えるのはここに重みを入れるというだけです。はい。非常に生物学的な観点から興味深い話だと、はい、思います。はい。ありがとうございます。他に質問は、ありますでしょうか。私から。どちらの話も面白いんですけど、ポンマンマンの本ですけども、囲碁なんかでも、モンテカルロ、ツリーサーチってやるわけですけど、それもちろん違うところが多くて、こちらの方がはるかに難しいとは思うんですが、それと、根本的には似てるというふうに思っていいのか、どうなんでしょう。似てるところと違うところといろいろあるかなと思います。まずは、まず時間的な戦略で言うと、囲碁は、普通は、なんか制限時間がなくなっても、30秒とか大体とかって、そういうのがあるんですけども、そういう時間的なものっていうのと、あと、
本質的な違いでいうと、まず部分観測であるっていうのは、まあ、フォーマーマンの場合は あります。なので部分観測であるっていうのと、チームメイトがいるっていうのは、いうことは、まあ、本質的に違うところだと思います。あとは、まあ、長期のパラリングが必要なのは両方必要です。で、自治時間の意思決定の難しいというのは、これは、まあ、程度問題だと思うんですけれども、まあ、特にフォーマーマンではそこが重要になってくるっていう。で、まあ、似ているところと、まあ、違うところとあるかなと思います。この複数エージェントに関しては、なんかお互い会話できるっていうのは、そういう設定で、はい、結局の、ルールだと会話ができないっていうルールでした。で、今年のルールだと会話ができるんですけども、ちょっとあまり使い道がなくって、1から8の間のインテジャーを2つ送ることができるんですね。まあ、してる。で、そういう言葉を、次のステップで使うというふうに使うことができるので、ちょっとあまり使い道が穴のないかな。2語分が話せるんですね。あ、使い道ない。あ、いや、なんかないんですけど、あんまり使えないと。そうすると今回は、そういう言葉の通信がないとすると、まあ、なんていうか異心で心で、知ってる相手がこう行動するはずだみたいな感じで、要するに相手の心のモデルを持っていて、それを予想するとか、そういう感じになる。あんまりちょっと難しいことは言えませんでした。ちょっと時間的にも限られたので。ただ、チームメイト同士が近づくと、お互いぶつかっちゃって、やりたいことができなくなっちゃうので、そうならないようにとか、いくつかちょっとフューリスティック的なことしか、去年の場合には、入れてならないです。もうちょっとそのあたりをシステマティックに、きちっとできるといいかなと思ってます。はい。あ、じゃあ会場から質問を。はい。正確ではなくて、過去の時系列の長さには依存しない、時間になっています。で、まず、この αij っていうのを、まあ、回して更新する必要があります。で、これは本当に、定数時間で、できます。で、今ある αij の値をちょっと減衰させて、まあ、0か1かの値を足し込んで、まあ、ラムダで減衰させるだけなので、ここは、定数時間で、できます。この期待値を計算するっていうのは、何を変数にするかによって、ここは、なんか比例、線形時間かかるというのを見ることができます。で、何に対して線形かというと、自分のニューロンに対して、プリス、そこにつながってきているニューロンの数は何個なのか、つまり自分に対してプリスナッティブニューロンが何個あるのか、で、それのを、まあ、ここで、サメーションを取る必要があるので、プレスこのコネクティビティが5点数になると、ニューロンの数に比例する、だけの時間がかかります。なので、まあ、そこは、まあ、他の、ニューラルネットワークでも、まあ、同じなんだと思うんですけども、まあ、違うのは、この計算が時系列の長さには依存しないということです。わかりました。ありがとうございます。はい。他に質問は。じゃあ最後の時間見とく。ごままんの、他の参加者はどんなやり方でやっていたかというのは、まあ、トップ3は、まあ、期探索ベースですと。で、我々の方が1位と3位ですけど、まあ、2人目は、まあ、結構もうちょっとイグゾーしてるような期探索で、まあ、シークラブで実装して、まあ、できるだけたくさん探索しようみたいな、まあ、そういうタイプのアプローチ。でトップ3がかなり、強いで、4位、5位は、いわゆるモデルフィールの強化学習、A2C とか BPO とか、なんかそのあたりの、まあ、キーワードで引っかかるような技術を使っています。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、始まりが早かったですけれども、これで、そうですね、どう思います。
あの、どうもありがとうございました。拍手。